そこに置いて、マイルズが戻るまでは食事だけでも出してあげなきゃ。あら、ピーター、来てくれたのね。元気でやってるの？元気だよ。おばさんは調子は？もうてんてこまい。ああ、手伝う。ああ大丈夫？平気よ。自分もただの人間だってことを受け入れろっておばさん言ってたよね。ほんと弁そっくり。私の言葉を使ってお説教。心配しないでちょうだい。少し疲れてるだけ。マイルズは来ないの？来るわよ。救護センターに医療品をもらいに行ったの。抗生物質ってあっという間になくなっちゃうのね。おばさん、とりあえず横になって、僕はマイルズと一緒に荷下ろしと手続き済ませてくる。いいわ。でもいつか名誉挽回のチャンスをちょうだい。マイルズ、電話に出て君のことまで心配させないで。巨人が敵をぶん殴ったとき、すげえ音してたな。虫が潰れたような音だろ、ぐちゃって。あのスーツをバカにしたから、バチが当たったんだよ。空気読めって。プチは災いのもと、気をつけよう。急がなきゃ。誰かいんのか？は災いのことだ。誰がいんのか？気をそらさなきゃ、ハッキングできるかも。異常なし。薬やりすぎたか。音がした。うまくいった。誰だよ。おい、うわっ。キングできるかも。今のは数秒稼いだ。部署を出る前に監視どもをとっちめたかった。この壁越えられそうだな。気のせいだ。あのテントに薬がありそう。思ったより楽勝。に見たか。ありゃ聞いたことだ。まったくだな。味方でよかった。お前らこっちに来い。ガーゼに用途か。抗生物質はないな。他を当たらなきゃ。はいはい、今行くよ。誰だよ。そろそろ入っちまえよ。供給路の場所と予定をサクッと言うだけだって。なんも知るかんな。俺ってさ、向こうに医療品がある。バレないように進まなきゃ。入った方が身のためなんだ。なんだ、本当に何も知らないんだ。バカだね。そういう時は許されるとか思った。バカなやつめ。どうして躍起になってこの救護センターを狙うのかね。うわ！向こうに医療品がある。バレないように進まなきゃ。そろそろ入っちまえよ。供給路の場所と予定をサクッと言うだけだって。何
知るか。誰だ。こう見えて暴力が嫌いなわけ。痛いの嫌だろ。吐いた方が身のためなんだぞ。本当に何も知らないんだ。バカだ。どうして躍起になってこの救護センターを狙う。オズボーンのせいだ。あいつじゃ町を守れないって示したいんだ。なんだか面倒だな。ここの物資を丸ごともらえるんだから。誰が今だ。そうだ、高く売れそうなもんがワンサか。ほら、宝探ししよう。補給テントがあった。今度こそお願い。救急キット発見。抗生物質はないな。どこにあるんだよ。あいつら物資を山分けする気だぞ。そうかい。くすねたらただじゃおかね。おい、くすねるつもり。スナイパーを避けないと。ああ焦るな。負け前はあるぜ。抜け駆けじゃない。まああんまりカリカリするなよ。誰がいるのか。落ち着け。これだといいんだけど、アモキシリン、ビンゴ。あいつすっごいでかいな。あれがさっきのブルドーザーだな。供給路の場所と日程は言え。警告したぞ。諸君、お詫びしよう。私の連れは礼儀知らずでね。彼の辞書には説得という言葉がないんだ。やめろ。見なきゃよかった。バレてないはず。早く逃げなきゃ。誰なんだ。出てこい。お前に付き合ってる暇はない。あの穴、下を通れるかも。おちびちゃん、出ておいで。なんとか気をそらさ。今度は電気で遊ぶのか。俺はお前と遊びたい。出てくれば殺さないって約束してやる。あっち見るな。
ゃ。出口に近づかないと。もう遊びは終わりだ。どこだ、どこだ、どこだ。ああ、もう嫌だ、早く逃げなきゃ。隠れても無駄だ。あそこに上がれば安全かも。お前を見つけたらぐちゃぐちゃにしてやる。あれ、あのコンテナ出口だ。メイに教えてあげなきゃ。話してくれ。さっさと財布をよこせ。誰か、おい、話してやれ。いい度胸だな。暴力振るうなんて間違ってる。なんだよ、調子に乗んな。確かじゃって、腰はまっすぐ。何言ってんだよ。何も言えねえようにしてやるか。いや、やめとく。やるかって、挑発ダサすぎ。マイルズ、やっとつながった。平気？こっちは無事。あの、それよりさ、言わなきゃいけないことがあって。よくやったね、マイルズ。しばらくフィーストにいて、奴らがシェルターを襲わないとも限らない。そのつもり。また何かあったら連絡する。オッケー、ありがとう。ユリ、ライノの狙いが分かった。オズコープの救護センターを襲う気だよ。次の狙い、心当たりあるかも。地震の通報があった場所か、破壊レース開催中のハーレムセンター。それ絶対ライノ、向かうよ。戦えるの？頑張る。ヘトヘトだけどね。乗り切りましょう。応援してる。
抗議の精神は好きだけど、緊急事態が解除されてからにしなよ。僕より街に詳しいな。街は囚人だらけで、僕はセーブルと追いかけっこ。気持ちは嬉しいけど、セーブルとは友達のままでいたいんだよね。ご到着。諸君の情報によると、表向きは我々を守ってるはずの
しいけど、あのロケットバックパックかっこよかったな。食べる人から食べ物を奪うなんて犯罪者でもさすがにやりすぎだよ。これってフードファイト？食料をめぐるバトルのことでしょ？あ、違った。よし。あいつらが鈍い奴らばっかで助かった。じゃなきゃヤバかった。ねえ、車検切れてるよ。善良な市民には戻れそうにないね。たちが危険だ。助けなきゃ。どうも、監察官登場。君、レッドカードね。あいつらすごい武器持ってっ。ライカーズの大量脱獄、スパイダーマンの関与は映像を見れば明らかだが、おねんねしてな。
くれ。犯罪歴ありの羊だけど、可能な部隊へバスがハイジャックされたとの通報がありました。現場付近の隊員